活水キリスト教団は、長崎県島原市に本部を置く、プロテスタントの宗教法人団体。大正時代のリバイバリストツゲフ淵人1930年6月14日、ツゲフ淵人の弟子、今井宗太郎が、精霊のバップテスマを受けたの機会として、共に、その経験をした、足田節後の立証の、活水の軍の流れのもとに、活水キリスト伝道隊を設立した。 日本伝道体創設者バークレーワックストン9月に、小田原、1931年5月に、大阪、1935年3月に、横浜、1935年11月宮城県、中新田町、1937年5月に、神戸に教会を設立した。1941年日本キリスト教団に、第10部に、活水教団として包括される。 1942年6月から8月までは台湾。1943年5月から8月には満州、鎮太を上海で電動を行う。1943年3月に東京府東京市駒込に滑水キリスト電動隊本部を設置する。しかしアメリカ軍の空襲で東京、横浜、大阪、神戸の境界道を消失する。 1946年4月日本キリスト教団を離脱し、滑水キリスト教団と解消した。街道の多くを繊細で失っていたが、小田原、大阪、島原に事業部を設けて再建にあたる。1949年3月に島原に根拠地としての街道を建設する。1953年8月7日に宗教法人としての認可を受ける。 ありがとうございます。